モンマスの戦いは、アメリカ独立戦争中の1778年6月28日に、ニュージャージーのモンマス軍庁舎で、大陸軍とイギリス軍の間で戦われた戦闘である。独立戦争中のアメリカ植民地北部では、最後の大会戦となった。1777年秋に、イギリス軍がフィラデルフィアを占領する一方で、サラトガでバーゴイン将軍が降伏したために、 北アメリカ派遣軍総司令官であったハウ将軍は1778年に辞職しヘンリー・クリントン将軍が後を継いだ1778年2月にフランスがアメリカ側で参戦したことによりイギリスは戦略を変えざるを得なくなったイギリス軍のもう一つの占領地ニューヨークがフランス海軍の脅威を受けることになったためクリントンは本国からの命令でフィラデルフィアを明け渡し モンマスからカイロニューヨークへ向かうことになった。大陸軍は1777年12月から半年間バレーフォージに宿営して訓練を重ね軍隊としての形を取り戻していた。ジョージ・ワシントンはクリントンの動きを探っており撤退するイギリス軍の後ろをつくことにした。大陸軍はバレーフォージから東に動いた。6月28日、チャールズ・リー将軍が 攻撃指式を任され、イギリス軍の後衛に最初の攻撃を仕掛けた。イギリス軍がリーの側面に回って反撃に転ずると、リーはまだそれほどの重火が交わされていなかったのにもかかわらず、全軍に退却を命じ部隊はすぐに混乱に陥ってしまった。ワシントンは意気消沈したリーを後方に下げ、自ら指揮をとって、ワシントンの前進と後に言われた反撃を2回繰り返した。 その日は大変暑い日であり、戦闘が膠着状態になると、両軍に熱中症で倒れる者が続出した。結局、極度の疲れからクリントンは部隊に戦闘中止を命じた。ワシントンも再度攻撃を組織しようとしていたが、兵士たちが疲れており、日没近い6時頃戦闘が終わった。クリントンは初期の目的である撤退を完了できた。次の朝、大陸軍は、 イギリス軍の撤退を確認した。イギリス軍は7月1日には邪魔立てもなくサンディフックに到着し、そこからニューヨークに帰還した。この戦闘の勝敗については明確な答えはないが、ワシントンは心の中で勝ったと思い、一方クリントンは撤退を成功させたことを重く見ていた。この戦闘は植民地北部戦線では最後の大規模戦闘となり、 また参戦した戦力から見て1日で行われた戦闘としては独立戦争中最大のものであった。さらに、ワシントン軍がイギリス軍と正面から向き合って大会戦を行い、負けなかったこととしては、プリンストンの戦いに続いて2度目の戦闘であった。リーは後にニュージャージのイングリッシュタウンで軍法会議にかけられて有罪とされ、1年間部隊指揮から外された。 ワシントン軍はニューヨークのホワイトプレーンズに移動し、両軍とも2年前の1776年の状態に戻ったことになり、睨み合いが始まった。この後北部ではストーニーポイントの戦いのような小規模の戦闘はあったものの、戦いの主戦場はよそへ移った。この戦闘にはモリー・ピッチャーの伝説がある。ピッチャーは主婦であり、砲兵であった夫と共に、 戦場へやってきて、夫が倒れた後に、大砲の操作を引き継いだというものである。事実からすればこの話は何年もの間におひれをつけて面白くされた嫌いがある。現在の戦場後にはピッチャーが戦ったという場所が2箇所ある。公式に保存を認められていたわけではないが、マンマス戦場後は独立戦争の史跡としては、保存状態がよく残されているものの一つである。 毎年6月の最後の週末に、現在のフリーホールド町とマナラパンにある、マンマス戦場跡州立公園で戦闘場面の再現が行われている。ありがとうございます。